信長様、決して動いてはなりませぬぞ。そのままそのまま耐えるのです。絶対に動いてはなりません。我慢してくだされ。我慢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 。耐えてくだされ。辛抱辛抱。気合ですぞ。まあ動いてはすべてが水の泡。心を無にさようです。その無ですぞ。無無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 無。ちょっとぐらい動いたって書けるでしょう。肖像画ぐらいもう少しで完成です。どうか我慢。いいよ、肖像画なんか書かなくってさ。くっ、殿の輪郭はそうではない。もっと重なが大根を思い浮かべながら書かぬか。それに鼻は食いちぎった団子のような形をしておる。それからその目、もっと死んだ魚のような丸みを帯びた目玉にした方がよかろう。って何しれっと人の顔バカにしてんの。いえ、しておりません。あー、もうもっと風格を出さぬか。聞いて、聞いてよ。ちゃんと上がりません。いや、お待ちくだされ。これは、これで悪くない。え、嘘、マジで。ちょっと見せて、見せて。誰誰のおっさんじゃん。どこどう見たらこうなるわけ。じゃ逆に教えて、つねちゃん。ほら、つねちゃん、つねちゃん、序盤に殿の言う通りじゃ。全く似ておらん。そもそも殿はヒゲなど生やしておらん。もうマジか。お主が書いたんじゃろうが。しや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 お披露目。うっせぇ、それどころじゃねえだろ。じゃあこれ誰の絵か分かりますか。